大家好，我是香香。今回は草書を覚えようのコーナーです。この筆ペンを使って実用文字を書きながら草書を覚えていこうと思います。今回書くのは経営がまずいで有名になってしまった銚子電鉄の駅、観音駅ですね。観音駅は銚子の古くからの繁華街や商店街があります。駅名の由来の円福寺の観音堂がありますので、のんびり散策するのも楽しそうですね。では早速書いていきます。楷書、行書、草書ですね。草書はいろんな書き方があるので3種類書いてみます。ではまたお会いしましょう。シャチュチェン。